皆さんこんにちは、こんばんは。じっちゃんね、今さ、車中泊車をねしばらく動かしてなかったんでね、そろそろね動かしとかないとバッテリーがやばいかなと思ってね。あ、そうだ、車中泊車にね無線機をさ設置しようと思ってね、港に出てきました。暑い、今日は暑いね。ただね、今ちょうどね木陰に、駐車場のさ木陰に止めてるんだよ。そよ風がね吹いてるんでさ、涼しいね。ただ日が当たるとこはねもう暑い、暑いんでね木陰にさ止めてやってるんだけどね、さっきからねあのバッテリーのさ配線の引き回しをしたりとかねやってるんだけど、もうね狭いからね、車中泊車さ荷物多いしね、ちっちゃな車はさ、でよいしょ、まあね狭くてもさ我が家っていう感じだからね、設置をねしていこうと思います。今ね数メーター400のさ無線機を今出してね、セットっていうのがないんだけどちょっと置いてみた。これでね電源つながったから電源は入るはずなの。入ったね。お使いになる前にコールサインを入力してください。どういうこと？コールサインを入力するの？これどうやって？あ、コールサインね、コールサインを最後にどうするの？ダイヤルつまみを長押しします。あ、コールサインが出たね。何も聞こえないって、アンテナがついてなかった。アンテナをつけてなかった。アンテナをつけないと何も聞こえないね。よいしょ。はい。なんか入ってますよね。多分挙手回路だと思うんだけど。聞こえるね。他人のね、他人の通話を流すわけにいけないんでね。ちょっと電源を切って。で、10メートル。あと400はこれで OK だね。あとこれを、あ、スピーカーもあるけど、スピーカーはいらない。スピーカーはいいと。これがマイクだね。これがマイクで、これがマイクで、電源ケーブルをつなぐ、外からつなぐ、外でつなぐ。電源もつないだ、アンテナもつないだ。メールを取って、パワーはどれだ、これだ。入ったね。え、で、
なんかコンテストやってるんだね。大丈夫だね。これで大丈夫みたいですね。ここはね、あれだよ、ターミナル側っていうか、ちょうどこの岸壁のね、船が着く岸壁のさ、とこの駐車場なんだけどね。アンテナはね、今このロッドアンテナをね立ててます。ただ電波は出さないんでね、調整はしてないよね。もう上の方に出したままにしてるんだけどね。これで今日は釣り竿アンテナを持ってきてないんでさ、これでね十分受信はできるんで、十分受信はできるんで、あとね飛びがどうなんだろうね。まだ今無線機もね箱から出してさ、通電テストとかね受信テストとかやっただけなんでさ、多分これじゃあねあまり期待はできない。やっぱりね釣り竿アンテナの方がいいと思うんだよ。まあ釣り竿アンテナはね ATU が来ないとさどうしようもないよね。はい、ということでね、今回は港でね車中泊車のさ中をシャックにしてみました。これでね車中泊行ってもさある程度ね、夜もね、じっちゃんがね車中泊するとこなんかさ、特にもうね山の中とかね車中泊するともうスマホのさ電波も入らないようなとこが多いんで、今までねもうやることなかったんだけどね。だから今からはねこうやって無線ができるだけ、まあね車中泊行くとさ夜長も一人で行くと夜が長いんで、ちょっとは時間が潰せるかなと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。